クロエ、地上にいて大丈夫か？メテオラが動き出したりしてねえか？出してない、大丈夫。ヤマト。ああ、今のところその兆候はない。少しでも動きそうになったら全力で逃げろよ。俺もすぐマキアで出撃できるようにコックピットで待機してるからな。守ってくれよヤマト。クロエのことを守ってよ。私のこと守ってくれよ。ああ、まったく評議会に黙って探索に出るなんて博士も無茶が過ぎるぜ。自分は人工身体だからってクロエは生身だってのに。それも昨日の今日だ。疲れだって抜けてねえだろ。ああ、そこで選択肢が出てくる。強がるとかあれやな。感謝する。強がるとかあれやな。強がっとか。休息は必要ない。怪我も疲労もすぐに治る。強がるっていう感じじゃないんだよな。え、別に俺大丈夫だしみたいな感じじゃないよな、クロエの場合。体は大丈夫でも心は別だろ。あんなメテオラが現れたんだ。そうやな。精神的に動揺してもおかしくないところではある。いや、てか戦闘中は動揺しとったよな。今ちょっと落ち着いとるっていうわけでもないわけや。この感じ、この点々点で出るあたり落ち着いた感じではないな。まあちょっと困惑したところあるな。ノアの送ってきた画像、俺もさっきから見てる。似てるよな。土壇場で攻撃をためらっちまった。ヤマト、あの高校のいやらしいところを見てんじゃないだろうな。その画像を見ていやらしいところばっか見てんじゃないだろうな。確かに胸のふっくらした部分とかあったもんな。マキアの中からだとあいつの顔がよく見えて思い出しちゃって。すまねえクロエ、俺にソードを突き刺す勇気があれば。ためらうわな。こんだけにとったらためらうわな。気にするな。私も何もできなかった。昨日は何もできなかったけど今はあんなやつ許せねえって気持ちの方が強い。次にチャンスがあったら今度こそソードを突き刺してやる。あいつは似ているだけでコウコとは別物だ。コウコを食い殺したただのメテオラなんだ。コウコのためにも敵討ちをしてやんねえと。クロエの仲間だけじゃないんやな。やっぱコウコってクロエだけの友人じゃないってことやな。ヤマトもこう思ってくれとると。そうだな。メテオラのやつ絶対に許せねえ。いつ動き出すかもしれねえんだ。油断するなよクロエ。ああ、もう切るぞ。なんか怒るんかなこの後。今の動き出すんかな。おえ、銃を撃つとかあんのこれ。慎重じゃないな。確かに今からいきなり銃を撃つとかいう選択肢あるの。普通に考えたら見守るよなこれ。でも撃っちゃうんだなこれが。どうだあっかねん。え、マジで？ああわあ、アウトデースの時代に似合わない拳銃、リボルバーかこれ。マグナム系のやつやな。マジか、俺が撃っていいんすか。手向けだよ、ここ。何？別のメテオラの接近反応だ。クロエ、退避を。何？別のが来た。出現反応はここ付近だ。全力で走。わあ！十字架現れた。ヴァンパイアじゃないんだから。何？クロエ、敵メテオラにエネルギー反応。何すか？急いでそこから。銃撃っちゃまずかったっすか？わあ、起きたー。こっちが銃撃ったから保身のために動き出したみたいな感じになってる。ああ、スタイルいいな。スタイルいいけどさ、なんなんこの十字架は。来た。わあ、え、なにえメテオラの方押しどけだ。あれメテオラ同士で戦いよる。あれこっちに襲いかかってくるとかじゃなくて、あれ戦ってる。いやちょっと割とこれ危ない角度やでね、化け物とはいえ高校で女型でさ、この角度危ないで。 YouTube 的に大丈夫かってぐらい危ないでこれ。クロエ、ボケットするな。早く退避だ。走れ。ボケットしとったわ。地下への入り口はあっちだ。オッケー。うわー、高校が前線してるわ、高校が。動画にした時ちょっと危ないんですよね、この姿は。その姿は危ないんですよね。この十字架のメテオラがちょっと気になるけどさ、確かに守りに入っとった感じなんじゃ。調査の途中だってのに空気を読まない連中だ。どうしてノーマルのメテオラごときに邪魔されなきゃいけない。まさかの乱入者だった。お言葉ですが博士、だから無茶はやめましょうってあれほど。うるさいシャナみたいな感じになってる。リスクもなしに研究できるなんて甘い考えは捨てな、青葉。ですがリスクを取った結果がこれです。千年後には晴天に描かれていそうな光景だ。何言ってんだ何のんきなこと言ってんだお前は。黒い書旧世界の神話を読んだことはあるか。旧世界の神話、何の話？はい、多少ではありますが。だろうね。コウコ九重は読書家だった。アホだった。そうやな。だったらコウコだったらそういう話はよう知っとるかもしれんけど。両親の力を使い、希少な紙の本を熱心に収集していたい。盲目のコウコ九重に物語を読んでいたのはやはり黒江少尉だ。なんかまずいことはあるんですか？神話において太古は巨人の世界だ。しかし巨大な者たちは人や神々と争い合い、やがては滅ぼされてしまう。さて彼女の命運はどうなるか。あいつの命運を握っているのは常にこの手だ。ぼんやりしていないで指揮を取りたまえていた。黒江少尉、はい、出撃だ。オッケー。劣勢にある人型メテオラに加勢し、新たに現れたメテオラ B を撃破せよ。人型メテオラに加勢。おっと、上からのメッセージで助けていいっていう、今の黒江に関しては結構都合のいい命令が出ました。何か意見でもあるのかね、黒江少尉。ない。いえ、迷いは承知だが、あの人方にはまだ調べるべき点が多い。粛々と軍務を遂行せよ。了解です。メテオラ B の撃破後、もしも人方が暴れ続けるようなら、はい、鎮静のため殺傷力の少ない専用弾頭を打ち込むことは許可しよう。おお、そうなんじゃ。しかし殺すことは禁物だ。ああ、もう殺すなって言ってくれとるんじゃ。まあ都合いいんじゃない。クロエにとっては都合いいんじゃない。殺したくないだろう、ためらうだろう。理解できたなら速やかに牧や格納庫へ向かいたまえ。おっしゃ、戦闘か。2体のうち1体のみを攻撃だと危険すぎる。2体初めてのパターンやもんな。襲いかかってくる可能性すらあるぞ。想定している。だったらもう諦めろ。2体ともまとめて撃破するべきだ。ノアは依然としてメテオラは全員排除すべきだと考え。いや、人の手で撃破するまでもない。せっかく獣同士で争ってくれているんだ。奴らにやりたいようにやらせておけばよふのりだ。これは任務だ。市場や試験を挟む余地はない。人型メテオラは人類の発展に寄与するものだ。失うことは許されない。出撃するぞ、ノア。正気か、クロエ。コウコを殺したメテオラを見逃すばかりか、助けるなんて。助けるわけじゃない。ただの一時的な措置だ。迷ってるんだ。クロエだったらまだ迷ってるんだ。あいつについて私たちはまだ何も知らない。知りもしないうちに失ってしまったら、きっと後で後悔が残る。ってか言いながら俺拳銃打ち込んだな。でもそういう割には拳銃打ち込んだけどな、さっき。なんで俺あの選択肢選んだんだろうな。なんで俺の中のゾルダン悪化に出てきたんだろうな。いい心がけだね、ガンダムナラティブ見すぎたかな。もし拒否するようならまたあれをやるところだった。ノアもだ。造反するなら今度こそこの指で消去する。そうだな。もう僕たちはジュリー博士やなしでは生きられません。造反しているのはどちらだ。プロメテオスもマキアも本来はメテオラを撃破するための。ノア、いいから行くぞ。出撃か。3回目の出撃じゃ。この世界戦ではこんな気の乗らない戦闘は初めてだ。メテオラを助けるなと。この高性能アークノアにそんなことをさせるとは冒涜にも等しい無礼だな。まあまあそう言わんて。ほらチョコレートあるぞ。今回だけだ。今回だけだからな。なんかチョコレートに惹かれたみたいな感じの形になってますけど。ノアちゃんチョコレート大好きか。この世界ではチョコレートって貴重なもんか。あいつを調べ尽くして宝庫じゃないと納得したらお前の手で破壊しろ。はやできるかな。そのつもりだ。ほんまにできるかクローや。その時はさあいつものようにあなた。このメッセージはいつも一緒なんやな。このメッセージはいつも一緒じゃないとあかんもんなんやな。こう。はい。俺の左手変なところ、ボーっと飛んでいきよったら何だったん今。やるぜ。さて、今回さ、完全初見の戦闘になるわけやけんな。しかもメテオラが2体。わ、仮面ライダークーガの警察側の人間ってこんな感じだったんやろな、最初。クーガが最初敵だとグロンギーの一員だと思っとった頃のクーガに出てくる警察の側の人間みたいな感じの気分じゃ。よいしょ。この辺僕が接続を確認。続いて頭部接続開始。ゴーグルさーて何が出てくるんだろうな。未知の領域か。何あれなんだ。データが手回ししたか。今ジュリー博士が急いで原因を解析しているけどこの戦闘に出撃させるのは不可能だ。あれこの機体は射撃特化の中距離攻撃だった。霊園なしの戦闘は不可能です。そうなんじゃ。即時撤退を求めます。問題ない。人型のメテオラと共闘したまえ。絶対これデータが手回ししてるよ。そんなアレスマキナ止めた。絶対データがやってるわ。何を言っている。先ほどの人型のメテオラの動きを思い出したまえ。まるで窮地に陥るクロエ少尉を助けたような動き方だ。それはそうかも。クロエもそんな感じだったもんな。そう感じ取ったもんな。残留はしとんか知らんけどな。あの大型人型物体はメテオラ、人類の破滅に導いた敵。その位置バリエーションに過ぎません。そして人間のような感情もありません。あなたたち人間が偶然の行動を都合よく認識しているだけです。では確かめに行きたまえ。確かめるか。電源切り替えます。行けばわかるさ。戦えばわかる。おーっといきなり正面にいるね。コウコいつも通り敵の攻撃が来る。打ち返したマリオの野球ゲームのドンキみたいな打ち返し方。そしてノアが完全に機体の操作をしてくれよう感じになってる。俺何もしてない。あくまでノアはもうギギアの方向で入ってしまっております。全然容赦しようとしてないやん。ファイヤーって打ち返して俺はよろけだ。まあ B は倒してもいいけどな。やめて、巻き込まないで。来るぞ。お、なんだ、わあ思いっきり投げ飛ばしよんでいきなり近寄ったかと思ったらいきなり投げ飛ばした。ちょっとスマブラでだったら見たことあるようなプロゲーマーがやるスマブラみたいな投げが得意なキャラクターだったらあんな感じになりそうな気がするなまさにそんな感じよっしゃ打ち込むでー。確保したね。甘され。指定されたパーセントに今回はちゃんと止めるわ。止めんかった時どうなるかってを見てみたい気はするけどさ。130ね。了解。ちゃんと130で止めるわ今回。なんだい？相殺させる気か。負けへんでー。撃てー。直撃どうだ。やったか。よっしゃー倒した。ああこれ 130% で止めれんかったらどうなるか見てみたいな。何ターゲットってなんか若いだけうひょうじゃねえんだよ。うわもう増えてるその場で待機せ。待機か。あれはなんだ笛だな。分裂型よりにもよって全員抜きのこの状況で分裂型、まあ、こういうタイプをおるってことか。つまり動きの鈍い後衛タイプが単独なんて分裂型のいい的です。分裂型嘘だ。そんな解析結果は届いて迅速な交代を急いで。ノア、マキアを再駆動。ひとまずは交代だ。まずいな。言われずともやっています。しかし逃げたところでどうするのです。なんとか奴らを車線に並べる術は。おおこれはちょっとすごい展開になってきた。なんだ何機体パワーダウンした。おかしい。電源が落とされる。システムが次から次に強制的にダウンしています。何黒いクロエどうなってるんだ。今度は何なん次から次に異常事態が起こってる。出たまたお前の仕業か。早く脱出して早く逃げるんだクロエ。アオバの言う通りですクロエ。何かよ誰の仕業よ。何の防壁にもなりません分かってる。やばい動かないマキアなど必要ないとか言うてベジータがおったから投げ飛ばされて花火にされるで。お前は後で必ず倒す。パイロット、コードクロエ。これより射出による緊急脱出を試みる。脱出シークエンス開始。できるんかな。なんかどこへ行ったよ。うわー、そんな気がしとったー、そんな気がしとったわー。黒、何をしているの？脱出装置があるんやなって思っとったけどさ。メテオラはもうそこまで。早く脱出を。きたー。コウコは？わあ、ここまで、うわ、もうえらいリアルに来たな、おいおい。走行が切り裂かれて、外が見える状態になっとるよ。あれをね、ロボットのものだったらよく、こういうやつ、こういう感じのあれ。初代ガンダムでもあるよね。コクピットが見えるぐらい栄える感じの。出るわ。何度試みてもエラーが。でもダメなんじゃ。落ち着いてください。手動でこじ開けられる部位を今探して。マヤミキできた。とうとうノアちゃんからマヤミキが出てきたぞ。え、死ぬの？私死ぬの？わりかしやばいね。光ってるわ。え？死ぬの？のんきに歌なんか聴いてる場合じゃないんだ。私はとても耳がいいのよ、クロエ。いや、相馬灯大きい声で来てる。クロエの声なら届くか。相馬灯が流れ始めてきてないですか。なんだ。来た、コウコ。殴ったー。殴ったね。親父にも殴られたことないのに。吠えてます。なんだ、あなた一面が白い霧に、一瞬だけ何でもなかったわ。もう一気ハハハハハハ。すごいバイオレンスなことが外で起きてるらしいわ。狭い隙間からしか見えんけど、すごいバイオレンスなことが起きてる。ああ、大きくなってさらに乱暴的になったクレヨンしんちゃんのねねちゃんかな。人形にこんな感じでやつ当たりしょんかな。そしてうわ、こっち見てる。また新たなメテオラ。いや、わあ、新ヒロ巨人でさ、巨人にらまれた時でこんな感じなんやなーって今思ってますけどね。めっちゃ来とるやん。鎖骨が綺麗やな。覗いてきとる。後方はそうやな、こんなしめじ的なやつやもんな。目がコウコもなにこれ、この光変化の証拠。変化何に？ああ、小さくなってる。これももしかして、なんとお前どうしてここに人が。ああ、幻アニマ。キャラ紹介でも出てきたけど、いざ初めて見るとこんな感じなんじゃ。ここで初登場だった。襟巻きトカゲみたいな髪型してる。この声メテオラか。メテオラがこう形したような感じになってるな。飛びかかってくる。うおそうか、殺意か。立体的に飛んでくるってすごい不気味な感じやな。それがお前の本質か。当たり前か。メテオラなんだから。私もバカな夢を見た。お前をコウコに見立てるなんて。わあ、ちょっと吹っ切れた感じになってきてる。いいぞ。ああ、そっちの方が分かりやすくていい。これで迷わずコウコの敵を取れる。おーっと、吹っ切れた。わお。これちゃんと拳銃持った時にさ、こう自分の手のアイコンが拳銃持つんいいね。使い果ててるやん。こいつ弱っているのか。今のお前なら。ジュリア博士、いいとこで止めますね。そこまでだ。銃をしまいたまえ、クロエ。それに手を出すなんてもってのほかだ。人類の至宝と言っても過言ではない。ああ、ジュリア博士だったらそう言うだろうなってちょっと思っとった。小型の人型メテオラ、しかも自我までしっかりあるなんてね。クロエもノアもすぐ暴走してしまうけど、思わぬ戦果を出してくれるね。おかげでついにメテオラを楼閣だよ。しかも丁寧に人型の手扱いやすいサイズで。これで研究し放題。楼閣戦果。お前何を言って。その子、敵意はないみたいだし、しかもで連れてきてしまえと言っているのさ。連れてこい。敵意がない。ふざけたことを言うな。思いっきり襲いかかってきてましたけどね。これは人の形をしていてもメテオラだぞ。確かにそれは人の形をした異形だね。だがそんな珍しくもないじゃないか。私は肉体のほとんどを擬態に換装した人工身体。ノアなんて存在自体が虚構のアーク。それにクロエ、君だって異質な生まれ方をしたという点においては同じ穴のムジナじゃないか。もう完全に人間を何だと思ってるんだって思うでね。同じだと。そうさ、普通の人々からしてみれば我々は等しくおかしなもので人じゃない。大冗談からの普通面はやめたまえ。わ、それ言われたらちょっと傷つくわ。ジュリア博士、今の発言は傷つくわ。ふざけたことを。コウコは私のことを。あなたには豊かな心があるわ、クロエ。そうだ、こいつはコウコの敵だ。こんなやつは今ここで。ああ、ですよね。そうなると思ってました。床に落ちる拳銃、そしてクロエのおっぱい。クロエ。おう博士、もうやめてください。こんな手段を取らせる方が悪いのさ。私だって対応したくはないんだ。これクロエが傷んじゃうからさ。もう物が傷むみたいな感じで言うんじゃないよ。さあ、今のうちに小さくなったメテオラちゃんを回収だ。地上のノイズが弱くなった今なら遠隔操作でマキアを起動させることができる。終わったか、戦いは終わった。精神から力が、何もかもがおかしい。もう何も考えられない。ちょっとね、これはもうコウコじゃないメテオラだっていう踏ん切りがついたところでこれが始まったからな。